中華丼中華丼は白飯の上に八宝菜を盛り付けた中華料理。中国では昔から八宝菜をご飯にかけて食べる人が多数いたが、あまり上品とはされていなかった。中華丼としての成立は日本が発祥とされ、中華丼という名称も浅草らの木の作とする説がある。中華丼の登場する文献としては、昭和三年発汗の一年中朝昼晩の お惣菜と品、西洋料理のこしらえ方、美味しくできる家庭向きに中華丼としてレシピが掲載されている。また、古川六波昭和日記には昭和9年5月2日に来の木のワンタンと中華丼を食った胸の記述がある。遅くとも昭和初期には中華丼として普及していたものと類推される。鍋に油をひき豚肉、持つ各種野菜を炒める。 エビやイカなどの魚介類やウズラ卵を加えることもある。その後スープで軽く煮込み、最後に水溶き片栗粉でとろみをつけ、味を整えてうま煮を作る。深皿にご飯を盛り、うま煮を上からかける。なお、一年中長昼晩のお惣菜とシナ、西洋料理のこしらえ方、美味しくできる家庭向きでは、深皿ではなく、丼にご飯を盛るとしている。中国では、 あんかけご飯全般を、飯と呼び、中国の他シンガポールをはじめとする家人のいる、東南アジアの中華圏において、広く食されている。バリエーションは、重金飯、海鮮、飯、牛肉、飯など、多数ある。また、中国語圏では、カレーライスも飯の類似料理と考えられており、マイル飯、マイル飯、ひしき、飯と呼ばれる。ありがとうございます。